燃費は燃料の単位容量あたりの走行距離、もしくは一定の距離をどれだけの燃料で走れるかを示す指標である。使用する燃料、タイヤ空気圧、路面状況、エンジンオイルの種類、積載重量、走行パターンなどで変化する。自動車のメーターに表示された燃費値、駅から得られた燃料噴射信号を元にしており、瞬間値と平均値の切り替え表示ができるものが多い。 MPG と L100km の換算表。青、米ロン、赤、映画ンキロメートル。L メートル法を採用している日本をはじめ、アジア、オセアニア、北欧、ラテンアメリカ、アフリカなどで使用されている。MPG アドポンド法を採用している。イギリス、カナダ、アメリカ合衆国で使用されている。イギリスとカナダでは映画ンが用いられるため、 映画論か米ー画論かに注意が必要。L100km、欧州や南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、中華人民共和国などで使用されている。イギリス、カナダでは MPG での表記も法律で許されている。GPM アメリカでは2013年モデル以降の新車に貼られる燃費ステッカーに表記されるようになっている。右のグラフにもある通り、 mpg やキロメートル L は数値が大きくなるのに反比例して一定距離の走行に必要な燃料は減らなくなっていく。このため消費者が燃費の良い車に買い替えるときにどれだけ燃料代を節約できるかが直感的に把握しにくい欠点がある。例えば燃費キロメートルの車から燃費キロメートルの車に買い替えるケースとメートル。 L の車から燃費 20kmL、L の車に買い換えるケースでは、全車の方が節約できる燃料代は大きい。日本では平地を一定速度で走行した場合の定地走行燃費と実際の行動走行を想定して発進、停止、アイドリングを含めたモード走行燃費とがある。2018年10月から新型車の燃費については、市街地、郊外、 高速道路の3つの走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な WLTC モードでの測定が義務化される。それに先立ち2017年7月にはカタログに WLTC モード値に加え3つそれぞれの試験モード値も併記することが義務化された。なお2018年9月以前に形式認定を受けた継続生産者においても 2021年1月以降は WLTC モードのみでの測定及び表記の義務化により新型車同様 JC08 モードでの形式審査表記は廃止されるかつて日本車のカタログに燃費性能が記された当初は時速 60km 低地燃費が採用されており1973年から東京都の甲州街道での市街地走行を 想定した10モード燃費が導入され、1991年には首都高速道路など都市高速道路の走行も加えた10.15モード燃費が策定された。10.15モードは自動車専用道路走行が加わり、10モードよりやや燃費値が良い。2011年4月以降の形式認定者については、 JC08 モードによる燃費の表示が義務付けられ、2013年3月以降は全ての車について JC08 モードでの表記となった。JC08 モードは試験時間をこれまでの2倍とし、平均車速を高めた上で加速時間を短縮、さらに初めて霊感指導が試験対象となるなど、実情との乖離が少なく、かつ、 より厳しい内容となるなどの特徴を持つ。乗用車の場合は JC08 モードで測定した燃費を二輪車の場合は時速3 0トル及び時速6 0トルでの低地走行燃費を示すことが義務付けられている。また二輪車メーカーによる自主的な取り組みとして2013年7月より WMTC モードによる表示の兵器も順次行われている。 二輪車で導入された WMTC モードはもともと2012年10月より日本でも導入された国連の車両等の世界技術規則協定における排出ガス規制の排出ガス数値測定法であるがその測定試験において燃費も算出していたことから燃費の数値も公表することにしたものであるいずれもテストコースや 車子ダイナモでの状態の良い車両トップロードライバーの組み合わせによる測定である。カタログデータはその車両が機械として実現可能な裁量値に近く、市中での一般的なドライバーの運転よりは、おおむね良い値となる。また、測定時期のばらつきによる気温や湿度、気圧などの差は補正されている。なお燃費測定に際しては、電装品が消費する燃料分は考慮されていない。 このため、人燃費との乖離率は低燃費者ほど大きくなる傾向がある。上実のように、実際にドライバーが走行した場合の燃費は、カタログに掲載されている燃費に比べて劣る場合が、ほとんどで、このことが各種メディアで報道されることがある。燃費のカタログ値は、各国、各地域が制定した走行パターンに基づき、テストドライバーが走行させて計測されているが、 実際の走行では同じ距離でも天候や道路状況、交通状況が異なること、運転する一般の運転手はテストドライバーほど高い運転技術を持たないこと、エアコンやランプ類などの各種で演奏品を作動させるためにもオルタネーターの負荷で燃料が消費されることなどにより燃料消費量が変化する。カタログ燃費値を実装高燃費に近づけるためのテストサイクルの改定も 各国で行われており、日本では戦術のように10モードから10.15モード、そして JC08 モードへと切り替えられているほか、欧州連合が中心となり、世界で導入を進めている WLTP などの例がある。なお、WLTP は2018年10月1日より、日本でも WTLC モードとして導入された。 日本自動車工業会が2013年5月8日に作成した冊子、気になる乗用車の燃費カタログとあなたの車の燃費の違いはでは、日本車の平均的な値として、実装高燃費は10.15モードのカタログ値より約3割、JC08 モードのカタログ値より約2割程度低いと説明している。自動車教習所の教本やエコドライブのガイドでは、 燃費が最も良い速度は、一般道では40時速 50km、高速道路では時速 80km と記載されている。日本国内向けに生産された国産車は、エンジンのトルク特性や変速比。さらに、AT の場合は変速タイミングをこれらに合わせてある。ものが多くこれらが当てはまるが、パワートレインに日本向けの変更が施されていない、欧州車は一般道を、 高速度をともに、やや高い速度域で燃費が良くなる傾向にある。これは、日本で採用されている、燃費測定法の10.15モード燃費における、走行速度は、市街地で20時速 40km、郊外や自動車専用道路で50時速 70km で、あるのに対し、欧州における、燃費測定法の欧州複合モード燃費では、 市街地40時速6 0トル郊外70時速9 0トル高速道路時速1 2 0トルという速度で測定されるためである。欧州各国の規制速度値は日本より全般的に高く、実際の交通の流れも速い。また欧州仕様のディーゼル車においては、それらのガソリン車よりさらに高速燃費に優れている。近年は AT の多段化により、 時速 80km を超える速度域で燃費を重視した車も登場している。例えば LS460 の燃費は時速 100km 走行時でも時速 80km 走行時のそれと変わらない。実際に日本の10.15モード走行で良好な結果を出した車が ECE15 では他の欧州メーカーの小型車より燃費が大幅に劣るといったことも多い。 オートバイディーゼルエンジン搭載オートバイ。エンフィールドロビン DR400D ガソリンエンジン搭載オートバイ。ホンダ CG125 オートバイガソリンエンジン搭載オートバイ。ホンダ株自動車ハイブリッドカートヨタ。プリウスガソリンエンジン単独車。スズキアルトディーゼルエンジン単独車。松田デミオ。詳細は、低燃費競技を、参照低燃費競技とは、特別に製作された車両や改造された車両を、 用いて行う低燃費を競う競技である。また一般的な速さを競うタイプのレースでも耐久色の強いレースでは燃費がものを言うことも多い。例えば記念すべき第100回目のインディ500ではチームメイトのスリップストリームを最大限に活用するなど燃費走行に徹しピットイン回数を減らしたアレキサンダーロッシュがルーキーながら大逆転優勝を果たしている。 エコカーカップ年2回、富士スピードウェイで開催される。トヨタ自動車が共産であるが、マシンは、どのメーカーのものでもよく、クラス分けが細かくされている。プリウスカップトヨタプリウスで、ガソリン1リットルどれだけの距離を走れるかを競う、ディーラー対抗戦。ホンダエコマイレージチャレンジホンダのエンジンを使用する。参加者が多く参加者同士の交流の場でもある。シェルエコマラソンシェルが、 世界各国で開催している。1939年に初開催され、すでに70年以上の歴史がある。日本国内では2000年まで開催された。また、ガソリンエンジン部門のほか、燃料電池部門、太陽電池部門、液化石油ガス部門、ディーゼル部門も設けられている。ありがとうございます。